はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、9月12日火曜日ということで、更新日になっておりますね。はい。ということで、毎度の更新チェックや,、えー、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、今日はね、えー、大事な更新日ということで、はい。月のね、あのー、前半の更新日になっておりますね。大事なね。ということで、限定更新があるわけなんですけれども、フォーカスドプレイヤー第5弾がおそらく来るんじゃないかなというところでね、予想させていただきました。というか、もう予想というか、大体の人がそう思ってるでしょうけどね。 <laughs> はい。ということで。まあ、どっちかっていうと気になるのは、ね、えー、え、ライブの方かな。まあ、一応パネストの可能性もちょっとあるんじゃないかなというところが、まあ、匂わせも入ってる関係でね。まあ、ちょっとあるんじゃないかなというところが、まあ、今日の注目ポイントかなと思います。ま、いろいろ見に、見ていくところね。まあ、あとね、気になってる人は、ま、井選手のね、月間 MVP のカードとか、僕もちょっと気になりますけど、はい。多分取りにはいかないんで、ま、あま、あいいんですけど。<laughs> はい。ということで、えー、早速ね、入っていきたいと思います。よろしくお願いします。 さあ、どんな更新になってるでしょうか楽しみですね。<laughs> さあ、さあ、ロードがガンガン入って、さあ、当たってんでしょうかね、フォーカス・プレイヤー第5弾の選手たち、<laughs> 山根選手あたりは多分来てると思うんですけどね、僕は。あ,あ、上里選手の方か。ああ浅井弘樹選手当たってますね。早川選手も当たってるじゃん。あ、エーベル選手来たやん。あ、森下選手も来ましたね。はい まあいいんじゃないですか結構当たってんじゃないですかあ、カプシャーロー選手も来ましたね。あ、佐々木選手も来た。あ、前島選手も来た。長沼選手も多さ結構当たってんじゃないですか <laughs> 結構当たってるでしょこれ。後半やばいぐらい当たってんじゃないの丸20丸入れたら。え、ほ、えだって最終ラインとかもう岩場以外ほぼ当たってるよ。で、森下選手は予想した。 上里選,、ね、選手もね、ちょっと思ったんですけどね、バンディーラの方がね、ちょっと強めかなと思ったんで、これ、多分後半、バンディーラ、ちょっとなくなったかな、これで。なくなったっぽいですね。ということは、次、スナイパーとか、ね、えー、もしかしたらジョーカーとか、まあ、そういったところなんですかね、黄色ね。で、エンリケ選手も来ましたね。うん、まあそろそろ来るでまあ酒井宏樹選手もね、よく当てたんじゃないかなと。まあ、C8 選手はちょっと予想したかったな。まあ、早川選手もね、そろそろ、まあ、これ、シュートセーバー持ってるかどうか、期待ですね。 うん。まあ、エイブル選手がこの感じだとトップですかね、やっぱね。カピシャーバ選手の評価がちょっと気になりますね。あと、大迫選手もちょっと気になるね。あと、森下選手もちょっと気になるかなぐらいですね。はい。ということで、見ていきましょう。これ、J2 にもピックの選手いそうですね、正直な話。うん、2人ぐらいいてもおかしくないんじゃないかな。1人、2人はいるね、多分。はい、陽選手。いいね。かっこいいね。イヌイ選手ね。はい。 岩尾さんのね月間は結構珍しいんじゃないですかまあ言うて90代のカードとか結構出る選手ですけどねなかなか95は超えてこないイメージが徳島の時超えたんかな超えてないような気がするけどなまあいいでしょう多分初じゃないかな岩尾さんうんまあ乾選手はねもう TSS とかありますからねうんということで一旦ちょっとここ罰をします厚さっぽでしたね <laughs> さすがにね。さすがにねえか。そっか。さすがにねえよな。まあ、でも楽しませてくれてありがとうございます <laughs>。ちょっと期待しました。正直なし。ちょっとだけ期待しました。はい。あなんすか、これ。あ、コインがね、ちょっと上限が変わったんだね。はいはいはい。旗で、まあ、あもうここまでに15万。あ、倍になってんですね。ま、あいいじゃないですか。これは全然いいと思うね。いい、いい,い,い,い改善ですよ、これは。まあ、最近、どのイベントもこんな感じかな。 あ、しかも追加してくれてる。まあこれはいいっすね。うん。まあこれはいいと思いますよ。はい。まああと乾選手のカードとかね。岩尾さんはちょっとね、もうスキルすでに出てましたけど、ちょっと気になるところでありますが。まあ厚さぼもちょ,っとち,ょちょっとしながら時間があれば解説とかもしていこうかな。うん。 ということでフォーカス。あ、酒井博樹選手がトップになりましたね。あーやっとね。あーそういうことね。あそれなら、それなら納得ですね。はいはい。あ森下選手とか90。あ、エリキ選手いたんですね。なるほどね。エリキ選手がいたね。ああ、カルリニュスジュニア選手も出たのね。まあ、そう、二人ぐらいいそうだもんね。ピックアップね。うん。森下選手も94か。おいいね。これ、名古屋また引きやすいんじゃないワンチャン。森下選手次第だよね。これ、サイドバックのいいカード。ワイドレンジクロスさあさすがに持ってないやろうけどね。うん。 というところで。まあこれ、坂井宏樹選手がむしろワイドレンジクロスは持ってるかどうかはちょっと気になるところですかね。うん。まあエベル選手も強そうですね。まあエリキ選手も当然強そう。まあ大迫選手もやっぱ評価上がってるね。95まで来ましたね。うん。まあそうでしょうね。この前日本代表戦もね。うん。ちゃんとね、良かったですしね。343D。おー。結構珍しいですね。でもこれね、結構ね、なんか、ジャイキリ性ある方面だと思うんだよね。ロングカウンターね。うん。ということで見ていきましょう。あ <laughs> 皆さん、人権カードかもしれません、これは。<laughs> 来ましたね、サイドバックのワイドレンジクロスターが。ああ、ジェイクラにもこの脅威が来ちゃったのか。これ、裏はお気に入りだな。<laughs> これは裏はお気に入りでしょう。うん、これは裏勢は欲しいでしょうね。裏勢じゃなくても欲しいよ。うん、これ、だいぶ変わりますよ、ジェイクラ。うん、これ、今回のランキング結構熾烈なんじゃないかこれめぐって。うん って感じがしますけどね。坂井博樹選手ですからね。しかもね、僕はちなみにもうこれ裏をお気に入りでいきますわ。うん。これも勝負するわ。で、エウベル選手が、あ、カットイン系か。ディメンションカッター、ドロップシュート、ハードチェイシング。あんまあ、悪くないですね。いいっすね。うん。アイリック選手、ライジングシュート、オーバーヘッド、音速ドリブル。あー、なるほどね。まあまあ悪くはないし、むしろ強いよね。うん。 強いんだけど射程距離がちょっとあれだからっていうところで、ねまあ、音速持ってるんで、うん、まあ悪くないでしょうね。うん。まあオーバーヘッド強いですからね。はい、これは強いと思います。大迫選手、シュートセーバーやフォートレス1対1、まあ、当然これ強いですね。ボナセもディフェットね、はい。はい。カルリーニ,ニョス・ジュニオ選手がインサイドカッター、フェノメナルミドル、キラーパス、いいですね。はい。で、スターメンオフェンスで、これはオフェじゃないな、でもな。あ、森下選手もワイドレンジクロスは来たのね。はいはいはい、あそっち系ね。はいはい、も、ま、う、あ、サ,サイドハーフだもんね。 サイドバックじゃなかったか。まあ、でも一応タックル持ってますね。うん。これも強いですね。はい。強いと思います。まあ、結構強いカードいっぱいあるんじゃないか。まあ、ルーカス・フェルナネ選手も悪くないですね。はい、早川選手もシュートセーバー。シーハス選手がトルクモーター、ヘディングパスカード。まあ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 。エンリケ選手が92。お空中戦、ああ空中戦タイプね。なるほどね。登里里選手もダイナミックインター、ハードタックルあり。あまあ、ボナーセン・リフェじゃないけどスキルはいいと。うん。マルセロ・ヒアン選手が異次元シュート。おぉ。 パリク選手がフォックス。ほう。なるほどね。あ、ガンバの福岡選手評価だいぶ上がったんですね。91。ほう。ガーディアンヘデンクリアにいたスペトこれ多分でもガンバの副長が影響してるのもあるんかな。あ、カピシャーバ選手意外と、八 <laughs> 十89か。スピードスターコーセルクロスチップパス。まあ悪くはないね。うん。佐々木選手高いね。うん。まあ上がりそうぞすね、評価ね。<laughs> フェノメナルロング、ハードチェーン来て。まあまあまあ。 初登場で93だったら十分高いね、評価ね。まあ、スキルがね。あ、前島選手85超えてるじゃん。ガーディアン・アーリー・パスカット。ああ、悪くないっすね。うん、悪くはないで。スタミナ20か、ディフェ欲しかったね。うん。長沼選手も90まで来ましたか。ほう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 。ドロップカットイン。音速。おサイドハーフしかないのか。なるほど。 ははいはい、はい、あとはもうざーっと J2 は見ていきますかね、気になる選手いたらちょっと止めましょうかあ、中潮選手とか当たってますけど、中潮選手、評価低いね、うん、まあまあまあ、でもあんま当たってないね、ああ、山形当たりは来なかったね、<laughs> 山形当たりは来ると思ったけどな、日高選手とかね、はいはい、ジェットウリオ選手、あ長嶺選手、はい、藤原選手、久富選手、あ鈴木義武選手はね、まあ、戻ってないだろうな、ディフェチな。 関選手が91。はいはいはい。あ、くしびき選手も88まで来ましたね。あ、まあ、ここ当たってんじゃないですか。江崎選手かな。はい。89。うん。まあ、ということで、まあ、ざっと結構やっぱ上目が強いかな。今回ちょっと J1 強そうだな。うん。って感じがします。また、えー、個別に評価出していきたいと思います。で、月間メスゴールもちょっと評価したいんですが、あやっぱファイターの方が来たね。うん、岩尾さんね。うん。 で、乾選手は、コントロールカーブ、スペクタクル、ダブルタッチ、音速ドリブル。あ <laughs> あああなるほどね。なるほどね,ーほどねー。シャドウタイプかな、まあし。まあ、トップ下でも、まあまあ、なんとかなるかもしれんけどね。まあ、シャドウが適任なんだろうね。うん。 本当、これドロップシュートだったら面白かったですね。まあ、ウィングもいけたからね。うん。まあ、コントロールカーブでいけなくはないですけど、ちょっとドロップよりはメリット感じないかな。このスキル構成だとね。まあ、使うなら真ん中かな。って感じがしますね。はい。ということで、まあ、岩尾さんがね、これファイターよりフィニッシャーの方がよかったんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっとあるね。うん。なんでかっていうと、 やっぱ異次元シュートがね、頼りなくなっちゃうからね。うん。でも確か能力値、オフェチ1200ぐらいあったんだよね、一応ね。なので、まあ、スキル強化とかうまくつけれたらどうにかって感じかな。はい。ということで、えー、いろいろ見ていきましたけど、まあ、厚さぼが来て、まあ、フォーカスが来てということで、はい。まあ、結構面白いんじゃないかな。フォーカスもまあ結構やっぱワイドレンジクロスターが今回メインになりそうかな。どう見てもね。はい。まあ、おそらく坂井宏樹選手がクソみたいな目玉になると思うんで、ぜひ皆さん狙ってください。 はい。ということで、えー、何しよっかな <laughs>。まあ、そんなもんなんすけど。なんかガチャ、リーグ戦の不具合。リーグ戦の不具合って、あれないっけな。もらえんけも。あ、もらえるじゃん、一枚。これ裏で引くかじゃあじゃあ、ガチャ券開封するか、久しぶり動画でね。うん。ちょっとやってみましょうか。ちょっと昨日配信してなくて溜まったやつがあるんで、まあ、また今日溜まるでしょう。うん。 でも意外とたまんねえかもしんねえんだよな <laughs>。あの、暑さっぽだもんね。うん、まあまあいいでしょう。ということで、じゃあ開封していきますか。7枚ありますね。はい。緑2時蹴ったらラッキーぐらいで。さあ行きましょう。たまには動画でね。うん。お、早速流れてますけどね。はい。直惜しいね。一発目から。縁 <laughs> 起悪いな。うん。僕最近あれですけどね、2個前がお、2, <laughs> 2個前が多い。 <laughs> 2個前多いんですけど。うん。さあ、ということで55件は1枚ぐらいかな。70件いきましょうか。いや、いいよ、もうたまには。もう、開幕からもうズドンと行きましょうよ、ズドンと。<laughs> イベント開始前から。まあ、ないですからね、最近ね。配信でしか聞かないからね。ズドンと行きましょうよ、ズドンと、ズドンと。さあ、75件。 さあ金,まあね、金旗はさすがに狙いすぎだと思うんで、はい、もう緑虹でいいです。<laughs> 緑虹お願いします、とりあえずね。斎藤光希選手、いいね。ため込んどきたいですね、ちょっとね、来年レギュラーが、ね、怪しいからね、前半はね。厳しそうだもんね。おっ、虹。虹、まあ、でもいいでしょう。<laughs> 誰が出るかが大事ですからね、レギュラーはね。うん。8。おー、樋口選手めっちゃ出るな。もうカントすんじゃねえかなぐらい出てんな。トップアシスト楽しみですね。はい。じゃ80件いきましょう。80件の金肌がね、今シーズンね、見れてないんですよね。ここがね、ちょっとね、僕のね、なんかね、心残りというかね <laughs> まあまだ、ままだまだ今シーズンありますけど。 前半シーズンのね。うん。<laughs> あんま見れてないんですよね。でもね、2時、まあ、キラの方はね、まあまあまあ、キラの方が何枚か見れてるから、まあまあ、まだいいんでしょうけど、うん、結構収穫もありましたしね、まあいいんですけど、ちょっと寂しいっすよね。そろそろなんか金旗出てもいい気が、80件からは。おー、まあ2時ね。はいはい。いいでしょう。いいね。こんだけの枚数で2時2枚切れたら、で、あと最後金、金旗出して、みたいな。<laughs> ねもう全然いいですけどね。はいはい。高木屋選手。はい。あ、高木屋選手も最近よく引くね。ここ,こ,こ1ヶ月2枚目ぐらいじゃないさあ、ということで、1回目の浦和チャレンジいきましょうか。浦和に変えたよね。変えたね。浦和チャレンジいきたいと思います。お願いします。さすがにな。まあ、金は出ないよな。<laughs> 金出たらめちゃ熱いですからね。今ね、ショルツ選手と2択だろう。ああまあ、虹ね。まあまあまあ、まあ。 今日いいね。配信外で久しぶり、動画で久しぶり聞きましたけども、3枚引けたら十分でしょこんだけの枚数で。うん、これ西川選手がいいですね。あー、もうブリュフ選手、ついに出た。<laughs> ついに出ましたか。はいはい。ずっと避けてきたのにな、裏はね。うん。まあ、ということで。まあ、厚さぽのやり方、ちょっと軽く言っときますか、最後に。はい、すいませんね。ちょっと、<laughs> 本当はこっちを先にすべきだったんですけど。はい、ということで、まあ、はい。 えー、まあ普通に最初はこれもね、みんな乗っ取ってやりましょうかね。で、あとはね、もう普通にね、やり方っていうか、まあそのライブ走るか走らないかになるんですけど、走らない人、まあ累計しか目指さない人は基本的にフード無駄遣いしても足りると思います。はい。なので、まあある程度ね、稼げると思ったら積極的に変換していっていいし、まあ箱の、箱のね、あの女の子、箱持ってる女の子、あの子を旗を持ちにさせるために、まあ変換とか積極的にやっていいし、 というのがまあ普通にやり方かなと思います。なので、ライブで走らない人は別にそんなにフードは気にしなくていいと思います。まあ BP と併用して、まあうまくね。まあ多分 BP 消費しなくても、まあそれなりにもあるんじゃないかなと。よっぽど無駄遣いしない限りは。まあ例えばの話ね、全然稼いあの、こう変換しても稼げないだろうなって、普通の例えば、旗持ちでも何でもないね、普通の一般な、一般サポーターって言っていいかなあの男の子ね。あの子だけを変えるとか、そういうことしない限りは、まあ怖サポとか、そういう、なんていうかなギフト持ってる女の子。 とかを変えるぐらいだったら、うん、全然いいと思いますよ。あとは、ハングリーコアサボをね、変えてシャツをもらうっていうね。まあ、それぐらいの変換とかだったらいいと思います。で、あと、オセロ要素が強いんで、特に下の方は変換していった方がいいですね。はい。挟んで変えれる部分もありますので、で、しかもそれで30回挟めばね、ボーナスポイントとしてね、かけ2倍になったりするんで、まあ、なので、なるべく下の方は変えていって、挟むことを意識しつつやれば、まあ、いいですね。まあ、ほとんどの人がこれに当てはまると思います。 でライブを走る人っていうのは、その人の余裕度合いによって変わるんですけど、結局はね、うん、変わるんですけど、まあ、基本的には、まあ、その、結構、その、ギフト拾っても余裕があるんだったら、ギフトを変換してもいいと思うし、まあ、そうじゃない人は、基本的には、そうね、まあ、ポイントを稼ぐための変換とか、そういうのを結構、しっかりとやっていけばいいんじゃないかなと思いますね。はい。 なので、まあそこもまあそんなにシビアにやらなくてもいいと思うんだけどな、普通にまあ変換をメインとして、まああとはどうやったら稼げるか、うん、というところが結構大事だと思うんで、はい。そこをしっかりと意識してやっていけば、まあ特に困ることもないのかなと思うので、まあ走り、まあそのね、余裕具合によってちょっと変わりますけど、はい。ぜひね、えー、しっかりと皆さんね、各のの目的があると思うんでね。まあ今回どうですかね、まあ酒井宏樹選手の、まああのね、 サイドバックのワイドレンジクロスは出ちゃったんで、うん。まあ、個人的にはもう今年一ぐらいカード価値があると思うんですけど、まあ環境が変わると思うんでね、ああいうカードあればね。と思うので、うん、まあ結構それを目的として、まあその浦和サポの方がね、まあ順位目指す人が多いんじゃないかなっていうね、特にね、うん、岩尾さんとセットなんでね。はい。まあすごく、浦和強化になるとね、思われる <laughs>、思われる2枚のね、カードが出てるので、 はい。これに関しては、まあ、裏サポは頑張る時かな。うん。ちょっと苦しい人もいるでしょうけどね。まあ、僕はあんま関係ないんでね。まあ <laughs>。まあ、ほは岩尾さんとかね。まあ、欲しいですけどね。キラ持ってるからね。うん。欲しいんですけど、ただね、センス、まあ、そうね、ファイターだからね。ちょっと、異次元の良さを生かす自信がないっていうのが、まあ、正直な感想なんですけど、クラブリンクとかうまくあればね、あの、長所伸ばせるんでね。まあ、特に裏クラブリンクとかで使ってる人は特に欲しいところであると思うんですけど、 って感じかな。うん。なかなかクラブリンクなしではちょっとハードルが高いかもしれませんね。攻撃の方はね。守備の方は全然いいと思うんですけど。トルクモートーあるしね。うん。って感じがしましたかね。感想的には。まあこれたまたまね、こうやって挟めてますけど。まあこんなことあんまないんでね。はい。ということで、まあこれからまあたい下の方に例えばの話、まあ両面変えれるとかだったら変換していいと思うし、例えばこの角とか。 角とかもまあ結局挟みやすくはなってくるんで変えてもいいと思うし、ただ例えばの話、うーん、ここにコアサポとかがいて、ここ変換できなくて、で、ここにコアサポがいて、ここが変換対象になっている時とかちょっと変えるのは迷いますけど、たださっき言った通り累計しか目指さない人はもうここはこういう時でもまあ変えてもいいと思います。まあここで挟めればラッキーだと思うんでね。まあそれぐらい多分フードは多分余っていくと思うんですよね、一週間かけてやればね。 なので、まあ普通に全員多分目指すところとしては、これ420万は多分いけるんじゃないかなと思いますね。はい。なので、まあ1週間あればね、多分ここまでいけると思うんで、まあうまくね、あの、チャレマイベントと併用して、まあ時間ちょっと作りつつ、えー、ぜひね、取り組んでほしいなと思います。 まあこのね、お気に入り80件というところを無理やり取るべきかっていうところでね、ここだいぶ空いてんですよね。例えば銀スパ欲しい人からしても、280万から420万もこれ140万差あるんですけれども、まあ取るべきかっていうところに関して、個人的にはこれの一発の良さを知ってるんで、まあ取るべきだと思います。なもしかしたらこのね、件がね、グレード97の限定とかああいうところに化けるかもしれないと思えば、ちょっと価値感じるんじゃないかな。なかなかま引けるもんじゃないですけど、こういうところでも引いていかないと、まあそういう美味しい思いもできないと思えばね。 まあ毎回こういうの取らないのと取るのじゃ全然変わってきますから、まあそういうところを含めて、まあしっかりと僕は、まあ勝負いった方がいいんじゃないかなと。うん。個人的には思いますので、ぜひね、チャレンジしてみてください。まあ僕は、はい、絶対取ります。<laughs> まあちょっと化け物カード出ちゃったんでね。はい。ということで、まあこれぐらい煽ってますけど、本当に多分ね、僕ね、変わると思うよ、これ。 うん、持ってる人が圧倒的に有利になると思います。まあ多分、多分ですけど、トップアシストとかになったら結構ワイドレンジクロスターとかをガンガン普及してくるかなと思ったんですけど、 まあこれだけ早く来るとは思わなかったですね。てか今回も一応20まるでこの上の2人は拾いましたね。はい。ということで僕の予想ももしかしたら意味のある予想なのかもしれません。よかったら当てにしてみてください。<laughs> ということで <laughs>。まあ意外と当たったね。エリキ選手はちょっと読みにくかったんだよね。あんまりなんかフォーカスとかで出そうじゃないからな、イメージ的になんかね。まあ大迫選手も言うて当ててますからね。まあ森下選手も当ててるんで、まあピックアップ。 6分の4、まあ3分の2当ててると思えば、まあ結構しっかりとした予想だったんじゃないかなと思います。ということで、え今回更新の <laughs>、ちょっと咳が止まんないですけどえ、更新動画ね、はい、以上となります。まあテンションもね、ちょっとね、僕の中で上がり気味かなと思うんで、またね、まあ今日もね、配信ちなみにやりたいと思います。えー、おそらく7時半か8時ぐらいから、はい、まあ動画の作成具合によりますが始めたいと思いますのでよろしくお願いします。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。